鈴木咲は日本のグラビアアイドル、バラエティタレント。本名、細川千尋。2012年結成のアイドルユニット、パーシレイト及びパーシレイトが解明した教育的指導。センセションエースのメンバーであった。2009年9月25日、東京ゲームショーにて愛知県出身、豊田あずま高校卒業、名古屋芸術大学在学中にミスメ芸に選ばれたことがある。 2004年16歳の頃に撮影会のバイトを下の沖にグラビアの仕事を始める。その後1 9歳で本格的な活動を始めた頃から現在の芸名を名乗るようになった。芸名の先は当時生まれた子供の名前ランキングの60から70番目にあった名前だったという。プラチナムプロダクション在籍時の2009年スーパー GT イメージガールユニット エンジェリックのメンバーとして活動し、一気に注目を集める。同年9月24日から27日に開催された東京ゲームショウの公営テクモブースに同じエンジェリックメンバーだった永井真央と参加した。2012年8月に写真展、J.com プレゼンツエヴァンゲリオン美少女写真展に出演。2015年11月、グラドルデビュー11年目にして、 初の写真集、先乱れが発売される。2021年1月5日、G スタープロ並びに G スターゲーミングにメンバーとして所属することが発表される。2021年2月、G スターゲーミングへの所属に伴い、主な配信をこれまでの YouTube からマイルダムへ変更した。ありがとうございます。